これでどこが開くんやったっけ。地下、ちょっと待ってくださいね。これで、おお、キノコ、よ。で、どうすんやったっけ。違う違う違う。思い出した思い出した。ちょっとマップがぐちゃぐちゃ。こういって、地下のなんか海から来たとか言ってましたね。まあ、亀ですからね。で、ここか。開けてもらおうか。さて、またどうせ。え、うわ、なんじゃこりゃ。ダイブ。おお、美しい、おしゃれ。ウォーターランド？違う違う、ここに来たつもりはない。まあいいや、来ちゃったし、なんか来ちゃったし、やります。サメ、サメマジックコンボ来ちゃう。何やったっけ、クッパの潜水艦、要するにマジックコンボ。また同じギミックか。これか、触りにくいわ。オッケー、ここがマジで当たりか。さあシャークさんに気をつけて。おおおお、アウト。何回というか、クッパ追い詰めたって言ったけど、ここここなんかほんまに。いやでもクッパって言ってるからここか。まあ見ていきましょう。さあ円形コインを先に拾ってみましょうか。ちょっと手間取った。オッケー、当たり。ってことは多分やけど、あの中央の宝箱って最後に拾わせたいと思うから、こっち行こっか。どこやったっけ、あった。よし、案の定。じゃあ最後にあの、取りにくい、あそこ取りに行きましょうか。潜水艦が出ていく先みたいな感じのあれのちょうど正面にあるから。よしよし、いい、いいカメラワーク。無理なのこれ、これ最後きついな。オッケーオッケーオッケー、早く。おお、出た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 。でもクッパ関係ない、全然クッパ関係ない。まあいいや、もらっていこうぜ。とりあえず取らんでよかったんか。オッケー、渦潮の宝箱、クッパ関係なかった。はい、普通に進めばいいのかな。でクッパの潜水艦言うたって、やっぱあそこか。じゃあ素直に向かってみましょうか、この穴に。いや割と目の前にある宝箱に素直に反応したつもりだったんですけど。こう上、何かあるのか。意外と水のステージ短かったりする。おお、なんかこういうのドキドキするな。なんかグネグネ曲がって進んでいく感じ、ワクワクするね。うつぼおんのちゃん、これまた。まあ、一旦出てみましょうか。お、看板さん、看板さん、看板さん。何？おお、秘密のスターがここにもあるってことか。ありがとう。よし。なんか緑のが一瞬チラッと。おお。おお。ここが侵入経路。落ちるんかーい。よし。え、終わり？え、終わり？え、中に入り込むとかいう、え、侵入ミッションでは？あれ、クッパとのボス戦は？ここじゃなかった？あれ、なんか奥、お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 、来た。やっと侵入来たね、ミッション。こういうのを待ってたんですよ。おお。よくある感じの。
やばくないこれ。危ない危ない危ない、やばくないこれ。おいおい、マリオくんもさすがの暑さには弱いからな。マリオくん草タイプみたいなもんなんで。よいしょ。なんやこいつ、暑いよー、暑いよー。クリボーにはやられたくない。オッケー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 。ちょっと逃げよう逃げよう。よしよしよし。これ下に落ちろっていう意味ではない。いてて、引っかかる引っかかる引っかかる、引っかかってはいけない。いてて、よし。何がクリボーが守るもんじゃい。赤コインは今はいい、スルーしていく。おお、怖い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 。オッケーオッケーオッケーじゃないです、オッケーです、やったね。よし逃げよう。おお、でおお、登っていく。ほう、ここどこ進んでるんかな、合ってるのかの自信が全くないんですけど、まあ、進んでいけばいいでしょう。いずれ合ってるかどうかは後で分かるよな。これは上行くか。よし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 、ここまでよ、いい感じ。おお、こっちやな。進め進め。これもしかしてこの床動いてる？動いてるな。え、ここまで来たのに外れ？いや違う、上に繋がる道が。わあ、あったあったあった、よかったよかった。こんなに全体が動くってめったにないっすよね。でも道は合ってるようで何より。熱い、ちょっと待ってちょっと待って、死ぬんですけど死ぬんですけど。おお、セーフセーフセーフ。アウトアウトじゃねえかよ。なるほど、あそこ結構沈むんですね。もうちょっと浅いもんかと思ってましたけど、道は合ってたみたい。セーフセーフ、奇跡的な生還を果たしたぞ。ゆっくり通るぞ。意外とゆっくりでも拾ってくれるのは優しいよな。よし、おい、開いて。まずい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 。ほい、よし、気をつけて。クッパまだか、結構長いですねこのマップ。赤コインもそこそこにあったみたいですけど。おおお、落ちていいの。ヒップドロップで落ちたくなるよね。抵抗、おい謎の抵抗を見せるなよ。おおお、前回よりもクッパっぽいステージに。いい加減にしろマリオ、いつもいつも上がる邪魔しよって。せっかく怪物たちを楽しくやってるのにスターを返すんだ。壁の中のやつらにはそいつがいるんだよ。ガー、おこれだけでいい。こいつをまたぶつければ、おお、ワープ、炎を吐かすか。厄介だなこいつ、どうするんだ。おお、いきなりそんな。どうするこれ。きっついな、強いぞ。マリオ程度の体重ではどうにもならん。お？お、来た。違う。マグマは平気なのか。さすがっすね。どうやら距離がある程度離れると突進してくるらしいよ。それを利用してやればいいね。だってあらかじめトゲに近いところに連れてきてあげよう。行って。ゆっくりすぎた。ここだね。
幅跳びで逃げるか。来いよ。よし、もう一丁。ほい、これで、おお、ハメじゃん。いけるぜ。一回転だけさせてあげるよ。よし、オッケー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 。近づいてきたぜ。よし、地味でごめんなさいね。でも一番速そうなんだ。オッケー地味だけど食らってるぞ。あと一発か。あれ一発で終わりだっけ。あれ、ぐわ、え、ぐぐぐぐわ。こうも簡単にやられてはスターの力が足りんのかな。我が輩が絶好調の時なら貴様なんか敵ではない。今回は引き分けだ。うん、一勝一敗ですし、うん、塔のてっぺんまで。バイバイ。これで全てのエリアに行けるようになったってことですかね、クッパまでの。長く苦しい戦いだった。コングラチュレーション。おぉ、セーブして続けろよ。お、おいで。進むよ。マップだけ見に行こう。テレサみたいなイランサプライズ仕掛けてきそうでもありますしね。ね、そういうのは消化しとこうぜ。おお、また痛いわあいつ。突然出ると嫌なんだよな。結構可愛らしい顔してやがりますけどね。さーて、こんにちは。おい、いよいよこのエリアに来ましたね。おお、螺旋階段。うーわ、アメンボめっちゃ絵いっぱいあるし、で扉もあるし。おお、ボム兵。あれ、こっからも行けるってことかい君。え、15のコースではコイン100枚取るとスペシャルスターが現れます。あー、まさしく作業ですねこれ。これ入れんのかな。あ、こんにちは。お前どこ向いてんねん。はい、鏡の部屋では鏡に映らないものをよく見てください。水の町に行くときは絵に飛び込む高さによって町をすっかり水浸しにできます。あ、これ見つけました。え、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 思わぬところでスターを手に入れた。そしてお城のパワーがまた一つマリオに勇気を与えた。あ、はい、じゃあ終わります。ここでちょうどいいしね。あざーす。さて、廊下は静かに歩きましょうという謎の看板、つまりうるさく走り回れば何かあるのか。これアメンボ入れちゃったよ。順番むちゃくちゃですけど、水浸しティービリビリの豆リフト。おー、アメンボシ。しかも結構動き早いじゃねえか。気持ち悪いね。後ろから攻められると嫌だから早めに上がっちゃいましょう。ビリビリの豆リフト、なんだあいつ。おお、敵なのかあれは。登れた。おっと、気をつけて。ビリキューが怖い。ほい、よし、怖いぞ。ここは水に満ちた町。この町はあなたがここを訪れる時の高さと同じだけの水を持ってあなたを迎える。ほう、1ってことは今回は水は控えめってことですかね。でビリビリリフトっていうのはどこにあるんだろう。なるほど、絶対に行けないような場所も結構ありますね。低い時にしか行けないようなマップもあるはずですから、見極めて取っていかないとな。で、これはなんだ、これ。
あったあったあった。これは？おお、水を抜くのかこれ。へえ。これ以上抜いてどうするんだろう。まあ、水中は制御が難しいね。お、一箇所につき一個ずつみたいな感じですかね、これ見た感じ。で、これは？お、増えた。めっちゃ増えた。いろいろ見ていかないといけませんね。結構しんどいかも。オッケー、行った。おお。どこが増えたのかとかも見たいんですけどね。これは？これで点滅するはずですから見えるでしょう。おお。さらに水増やそうですね。地に行けるらしいので行きましょう。ヒップドロップ駆使していけば勢いを殺しつつ行けるよね。オッケー。これで水がまた増えますね。よし、多分増えた。できる場所がまた変わったはず。今度は一旦ちょっと陸に上がって様子を見ましょう。最初からこれ水ドプーッと使っておいた方が楽だったんじゃないか疑惑があるんですけど。こっち、これ以上動かないのか。よし。ほー、これはこんなめんどくさいことしなくてもこれでいいじゃん。あ、オッケーオッケーオッケー。超熱いんですけど。おお、あった。実感ないけど、とりあえず水の高さ変えて拾っていけばいいんですかね。ちょっと難しいんで後回しにします。お邪魔します。でももうすぐ壁ですね。逃げたクッパの赤コイン、こう、さっきも大概時間かかったんですけどね。相変わらずこの斜め操作が結構な癖物ですね、このゲームは。いった。さあこっからだよ。これをずっと繰り返していけというのか。1枚結構怖いぞこれ。でも赤コインは全てここに固まってるみたいですね。2枚ある。あそこにこれで5枚。でここはぶら下がりつついけばいいのか。ここから先は進めないようなので落ち着いていけばいいですね。拾うことだけ考えればいいよ。オッケーオッケーオッケー。こっから先にはいけない。で、あそこに1枚、2枚。2枚しかないの？ 3 枚。もう1枚どこだ？もう1枚が見えないですね。ってことは水中か。1個ぐらい水中になりそうですもんね。こんな感じかな。これ、このまま降りた方がいいんじゃない？おっと危ない。鉄の中に一つ。透明いる？もしかしてさ、これ透明になりつつ捕まらないと間に合わないパターンとかあったり。スター見っけ。回収すっか先に。いやでも赤コインせっかく取ったんで先に赤コインしますね。これで取って勢いよく戻ればいけるのかって感じですね。これは？おお、裏側か。おお、ありますね。よかったよかった。これきつくない？これきつくない？かなりきつくない？これ反対側に移るってことですよね。チャンス一回きりミスったら落ちる。お、落ちんのかい。次なんだよな。ここをミスったらまたやり直しだから気をつけてください。しかしこれタイミングがほぼ一緒だと無理なんだが、少しずつずれていきますね。ってことは次がチャンス。
ほい、オッケー。次どこ行けばいいんだ。あ？あっち？あー、逆方向か。となると、オッケー、戻るか。よし、で最後こっちっすね。よし、オッケー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 。であそこ取ったら終わりだ。え、つうか最後のあれやばくない？こんな感じか。オッケー、よし、ここまで来たらほぼ終わりでしょう。ただね、真ん中のスターのあれやばいぞ、位置が。よし、多分カットされてるのでそこまで時間かかってないように見えますけど、変なところで時間かかってる感じですね。あれ？あれ？ちょっと待ってよ、真ん中に何か浮かんでなかったっけ？浮かんでますよね、あれ。あれなんだ？あ、あれシークレットスター、そういうことか。これは嫌だな、後で拾わされんの。どうやって取ればいいんだろうね、あれ。結構辛いんじゃないです？で、こここれで、さすがに最後一発で決めたい落とし。おっし、いった。回収成功。疲れたー。